で、質問があるときはですね、ズームのですね、挙手ボタンを使ってですね、質問をしていただきます。で、This is an announcement for attendees in this Zoom meeting. Practice operating Zoom before the next talk. A question and answers, raise your hand in Zoom. At the bottom of Zoom screen, you can raise your hand from participants. Click raise your hand to become familiar with operation. じゃあちょっと操作に慣れていただくために、じゃあちょっと一点質問させていただきます。で、今日朝ごはん食べた方はいらっしゃいますか？ありがとうございます。いらっしゃいます。ジョーさんとか、高政さん。わかりました。あと、ちょっともう一点質問させていただきます。ちょっと日本語の、リスニングだったら、ちょっとスピーキング苦手な方、挙手お願いします。If it's difficult to, for you, speak, and or to listen to Japanese, please raise your hand. おそらく参加者全員、日本語が話せる方、聞き取れる方なのかなと思います。わかりました。ありがとうございます。ではですね、トーク中はですね、ズームのチャットにですね、随時質問や関西書いてもらって大丈夫です。はい。あとですね、この部屋の、ハッシュタグは PyConJP のアンダーバー3です。関西気づきなので、ぜひですね、ハッシュタグをつけてツイートしてください。では、ちょっと3分前になりましたので、中島さん、準備の方はよろしいですか？中島さん、聞こえますか？聞こえてます。大丈夫です。大丈夫です。ありがとうございます。ではですね、これからですね、勇気中島さんの発表をちょっと始めます。で、タイトルは、チーム開発立ち上げにやっておいた方がいいソース管理の方法となります。で、発表時間はですね、質疑を含んで30分になります。では、発表前にですね、マイクテストを兼ねて、スピーカーに読み上げ事項を読み上げていただきます。じゃあ、中島さん、よろしくお願いいたします。私の名前は中島裕貴です。発表とタイトルは、チーム開発立ち上げ時にやっておいた方がいいソース管理の方法です。発表説明は日本語です。発表資料は日本語です。発表資料は公開します。発表中の写真撮影に同意します。PyConJP の行動規範に同意します。ありがとうございます。じゃあ中村さん、マイクテストが大きくなったら言ってください。もう始めてしまって大丈夫ですか？マイクがミュートになっています。松山さんの声が一番怪しい感じだったんですけど、多分大丈夫です。
大丈夫ですか。はい、松山さんマイクがミュートになっております。ごめんなさい、すいません。 あ、はい、ありがとうございます。じゃあそれではですね、ゆうき中島さんの拍手でお迎えください。はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ画面共有いたします。はい、画面は映っているでしょうか。ということで始めていこうと思います。チーム開発やっていた方がいいことって言って、まあ、ちょっと早速タイトルちゃんと直してないんですけど始めていこうと思います。対象としてはこれからチーム開発を始めようという方で、とりあえずフレックエイズしている人、実はよく分かってないとか、とりあえずブラックしている人、よく分かってない人などが対象となっております。はい、いきなりクエスチョンです。〇〇、かっこ任意の嫌な思い出のある言語名の仕事をもうしたくない。I don't want to work for blah 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 blah, any program what you hate anymore という方、挙手を。Raise your hands only in your heart。 はい、というわけで心の中でそっとしまっておいていただければと思います、そういったことは。はい、で、あなたがその言語を嫌いなのは、ひどい行動に関わってなんかひどい目にあったせいではありませんかと。まあ、よく知らない人がよくわからないまま書いたコードっていうのは、まあ、往々にしてひどいものになるのではないのかなと思っております。まあ、実はこれに関して自分も今でも申し訳ないと思っていることがいっぱいあります。はい、で、まあ、Python っていうのの流行とともに起きる懸念として、まあ、よく知らないけど Python でやってみようぜみたいな案件がまあ出てきますと。まあ、そうするとひどいコードが増えてきますと。で、まあ、そういったコードをなんとなく引き取ってしまいましたと。まあ、その結果 Python の仕事もしたくねえなと思ってしまう。まあ、バベルの塔っていうのがありますよね。まあ、なんで崩壊したかっつうと、作っている人同士でなんかもう言葉が通じなくなったので、崩壊を始めてしまいましたと。まあ、それに近いようなことが起きるのではないのかなと思っております。まあ、なのでプロジェクトの全体としてスタイルの一貫性を持たせることが大事ではないかと思っております。はい、ここで話すこととしてはソースコードを整えるための規約の紹介やチェックするライブラリーの紹介、あとソースを勝手に直してくれるフォーマッターの紹介などを行います。ここでは話さないこととしては、設計レベルでの一貫性とか、まあ、なんか可動性とかの話はここでは対象外とさせてください。はい、というような話をしようと思っていたんですが、大体雑誌に書いてあります。6月24日発売の WebDB プレスで、現場の Python システム開発の機械学習も、開発支援ツールで安全に効率的にコード解析、型チェック、コードフォーマッターの実践的設定という話がありますので、多分こちらを押さえていただければ、大体自分の今日の話と7割ぐらい重複するのかなと思っております。まあ、あと参考としては、去年の PyConJP2019 での、Python 開発を円滑に進めるためのツール設定とか、まあ、ちょっと前なんですけど PyConJP2014 でのリファクタリングツールあれこれという登壇が類似としてあります。とりあえず最低限持ち帰ってほしい内容としては、なんかプレコミットでブラック動かしてフレックエイトでチェックするっていう、とりあえずこの1行で要約されます今回の話は。で、まあ、目次なんですが、コード規約 PEP8 とは、フレック8でソースをチェック、フォーマッターによるチェック、で、まあ、あと、とりあえずブラックっていうのは正しいのっていうので、まあ、オートペップとかヤプフブラック、それぞれの簡単な比較、で、それらをプレコミットで自動適用させましょうとか、他のライブラリーも紹介していこうと思います。お前誰よっていうことで、ゆうき中島、Python 歴、多分3年10ヶ月ぐらいじゃないかなと思っております。メインは Django で、まあ、主に Django REST フレームワークで API などを作っております。他にも AWS などもまあ面倒見たりしております。必要なことはググりながらドロナーで何とかしようとするタイプで、このスライドは2020年8月28日2時5分 JST で書かれています。もうドロナーです。はい、自分の写った写真がチェキしかないので公開できる写真はありません。この一文で指した方はぜひアフターパーティーでお話ししましょう。チェキというのはこういうものですが、肖像権があるので出せません。はい、はい、じゃあ、まず罪深きコードの例でいこうと思います。はい、まずこんなコードがありますと。
処理としては簡単で、外部から入れた引数をこのオーダーメニューという関数を呼んで、で前と後ろにスパムを返すというだけのプログラムですが、まあ、大体このコードパッと見でまあ7つぐらい滞在がありますよと。まあ、まず未使用インポートがありますと。あとここちょっと見えないんですけど、空白行数がおかしいですよと。あと関数名と引数名おかしいよねとか、なんか未使用関数あるよ、変数あるよとか、ここの、すいません、オーダーメニューとメインの間の空白の行数もおかしいよと、まあ、ここも変数名変だよねとか、後ろになんかセミコロンついてるよとかですと。そして最後の罪としては、正しく動作しますと。エッグっていうのを与えてやると、まあ、スパム、エッグ、スパム、エンド、スパムと、まあ、正しく返してくれますと。じゃあ、これって正しく動くからいいじゃんというわけにはいかなくてですね。まあ、これをどうやって防げばいいかというところで、PEP8、コード規約の紹介をしようと思います。まあ、そもそも PEP って何よっていうところから入っていこうかなと思っています。まあ、これちょっと多分今日の登壇いくつも出てきてる話なんですけど、まあ、What is a PEP? PEP stands for Python Enhancement Proposal。でまあ、これ Google 翻訳そのままなんですけど、PEP とは Python 改良提案を意味する語の頭文字を取って PEP ですと。ちょっとよくわかんないと思うんですけど、まあ、PEP っていうのは Python コミュニティに情報を提供するか Python またはそのプロセスや環境の新機能を説明する設計ドキュメントです。まあ、要するに Python のドキュメントですぐらいで、ざっくりいいかなと思います。で、例えば PEP の他の例として、例えば PEP11 っていうのを、見ますと、まあ、Removing Support for Little Use Platforms とありまして、MS-DOS とか Windows 3.ペケペケ系っていうのは Python 2.0 でなんかアンサポートになって、2.2 でコードが削られたよっていうのが分かれますと。まあ、この PEP っていうのを眺めていくことで、Windows 3.1 とかは Python 2.0 がサポート切られたんだなってことが分かります。まあちょっと Windows 3系動かしてる人もいないと思いますけど。はい。で、まあ PEP8 ですね。まあ PEP8 って何かっていうと、スタイルガイド for Python コード。あくまでスタイルガイドなので文法ではありません。シンタックスチェックとかではありません。なので遵守しなくても先ほどのコードのように動いてしまいます。はい。PEP8 の紹介ですね。ざっくり日本語で読みます。有志の方が、翻訳してくださっております。一貫性にこだわりすぎるのは狭い心の表れであると。これ最初結構いいなと思ってまして、まあ、その、PEP8 に全部従わなきゃいけないんだっていう、そういうことにこだわりすぎるのはまずダメだよと。ちゃんとこう、幅を持たせてくれているので、そこがいいなと思っております。まあ、他にはインデントにはスペース4つを使いましょうとか、関数の名前は小文字で、単語はアンスコでつなぎましょうとか、まあ、さ例えば Go to Ansco Travel とかですね。はい。あとクラス名はキャプスワーズで書きましょうということで、まあ、クラス名としては最初の字を大文字にして、まあ、例えばイテウォンクラスとかそういう形での名前にしましょうというところですね。はい。あと、カッコの始めの直後と終わりの直前に空白を入れないというのがあって、だからこっちか。始めの直後と終わりの直前に空白を入れないというのもあります。他にもあります。1行の長さは79文字、インポートの順番は標準ライブラリー、サードパーティー、自分のモジュールでそれぞれアルファベット順にしなさいとか、コメントが2つ以上の文からなる場合、終わりのピリオドの後は2つスペースを入れる、ただし最後の文は除く、関数やクラスは2行ずつ上げる、メソッドは1行開けるなどと。まあ、ちょっとこの辺まで全部いちいち意識して書くのって正直ほぼ辛いなと思っております。自分もよく警告は出します。エラー出します。まあ、辛いならどうすればいいかっていうと、ライブラリーにチェックしてもらいましょう。フレック8ですね、ここで。コードをチェックしてくれるライブラリーです。まあ、とりあえずフレック8という方は結構いるんじゃないかなと思っております。で、まあ、フレック8って何かというと、まあ、以下のライブラリーのラッパーツールで、PyFlakes と PyCodeStyles と、あと、NetBetchelders MechaBScript という、NetBetchelders さんは、人名ですね。の複雑度スクリプトですね。で、PyFlakes というのは、コードチェックで、まあ、インポートのみのライブラリとか未使用変数をチェックしてくれます。例えば、先ほどのコードを PyFlakes でかけてやると、
ちょっと会議おかしいんですけど、データタイムはインポートされたけど使われてないよとか、ローカル変数のゲストはアサインされてるけど使われてないよということをエラーを出してくれます。で、パイコードスタイルですね。これはチラーコードチェックで、開業とか空白の位置とかをチェックしてくれます。パイコードスタイルってやって、ソースで、まあ、001スパムレストランってさっきのやつですね。をやると、エラーがいっぱい出ます。まあ、2行開けなさい。でも1行しかないよとか、なんか空白あるよとか、2行開けなさいとか、なんかマルチプルスペースビフォーオペレーター、なんか、イコールとかの前にスペースが2つある、2つ以上あるんだけどとか、最後に開業がないよと、最後に開業がないよとか、すみません、前後しちゃうんですけど、セミコロンがなんか最後にあるんだけどとか、こういうチェックをしてくれます。で、メッカーブという方が複雑度をチェックしてくれます。まあ、こういう、例えば複雑なプログラムですね。まあ、先ほどと似たようなプログラムなんですが、なんか外からオプションで入れてきた値を受け取って、これをメニューでぐるぐるして、ちょっと複雑なんで説明結構めんどくさいんですけど、要するにメニューにエッグってやったら、このエッグエンドスパームを返して、入ってなかったら、このスパムスパムスパムエンドスパームと返すという、それだけのプログラムなんですけど、ちょっと頑張って複雑に書いてみました。で、これを、先ほどのプログラムに対して、指定してやって、なんか、5以上の複雑度を出してねっていうと、先ほどのオーダーという関数は複雑度6だよというふうに出してくれます。で、大体この3つを合体したものがフレーク8と呼ばれております。で、PIP インス、使い方ですが、まず PIP インストールフレーク8しますと。で、一応もう一個ちょっとこれよくわかんないんですけど、PIP インストール PIP8 ネーミングという方を入れますと、ネーミングのチェックもしてくれます。ちょっとこれ入れないとなぜかネーミングチェックはしてくれないです。で、使い方は、まあ先ほどとほぼ一緒で、フレッグ8で、後ろに対象のソースやディレクトリ名を指定してやると、まあさっきのエラーとかが、うなうなうなっていっぱい出てきます。で、複雑度チェックは、MAX コンプレクシティ5とかって指定してやると出ます。複雑度チェックはデフォルトでは無効となっております。他にもなんか特定のエラーを除外するというやり方があるので、これ全部さっきのコードで最初のコードで出るエラーなんですが、これを全部除いて実行すると、なんと何もエラーないよ、OK というふうに返ってきてしまいます。あと設定ファイルは、設定ファイルにその辺の指定を書き出すこともできます。プロジェクトのトップレベルにます。セットアップ CFG とか .flag8 とか toxin とかに、まあ、こういう flag8 で ignore はこれ、エクスクルードするファイルはこれとか、最大の複雑度はこれですよっていうふうに指定してやると、まあ、先ほどのようにオプションいっぱい指定しなくても flag8 でこのスパムレストランをチェックしてやると正常終了、正常で抜けます。まあ、エラーコードに一覧などは、リンク先の通りです。まとめです。Python には PEP8 という指針があります。で、FLEG8 というライブラリーを入れるとコードチェックもしてくれます。では、PEP8 ネーミングというライブラリーも一緒に入れると命名規則も一緒にチェックしてくれます。はい。早いんですけども、息抜きです。夏なのでちょっと寒くなる話をしようかなと思っております。本当にあった怖い話。何もしてないのに CI が通らなくなった。まあ何もしてないことはないんですけど、なんかしてるんですけどね。例えばこのコードがある日突然ダメだと言われるようになってしまいました。先ほどと似たような感じですね。オプションから外から入れてきて、取ってきて、メニューの中にエッグかベーコンかベイクドビーンズがあったら、スパム、エッグスパムエンスパムとかって返して、なかったらスパム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 エンスパムなどと返してあげるっていう、まあ大したことないプログラムなんですが、まあこれが何かダメかっていうと、ここですね、この行が急にエラーだと言われ出しまして、F ストリングでただ文字列だけを指定したときって確かに別に F なくてもいいよねってあると思うんですね。
ここですね。ここ別に F なくてもいいじゃんっていう話になります。で、これが、PyFlex の 2.2.0 で、だいたい2020年4月10日からこれを急にチェックするようになりましたと。まあ、その結果、ある日突然ソースが落ちて CI が通らないという事態が、発生しました。これ実はです。はい。まあ、なので、これって CI では常に最新のフレック8を落としていたために起きた悲劇となっております。まあ、なので対策っていうかなんですけど、まあ、CI で動かすときってフレック8のバージョンを固定した方がいいかもというのがありますが、まあ、あるべき論としては急ぎでなければ直すのが正しいなとも思います。じゃあ話を戻っていって、まあこれで PEP8 を読んで、FLEC8 でコードチェックかけるようになったので、まあチェックは OK だなというふうになりました。次の段階として、いちいち更新したファイル全部直すのはしんどいなというのがあると思います。というわけで、フォーマッターでフォーマットしましょう。まあ、フォーマッターとは何かというと、そうそうフォーマットしてくれるライブラリーっていう、まあそのまんまですね。コードをいい感じに直してくれます。まあ、どこで開業すればいいかとか、まあ、うっかり入れてしまった空白とかを勝手に直してくれます。例えばこれですね、このクソ長い、とても長い関数名に、なんか異様に多い引数ですね。まあ、めちゃくちゃ長くなりますと。で書いてるときに、あれこれどこで開業しようかなって意識するの辛いですよね。まあ、辛いので、とりあえずブラックというのをかけると、もう勝手に縦に。直してくれますと。なので、エンジニアが書いてる途中に、うん、これ開業しなきゃっていうのをあんまり意識せず横にダーッと書いただけでも、後で勝手に直してくれます。で、大体ググって出てくるライブラリーで有名なところで言うと、まあ、先ほどのブラックが、スター数が一番多いかなっていうところと、あと、ヤプフとオートペップ8という3つになっております。じゃあ、ちょっと下から見ていくと、オートペップ8というのがあります。で、こちらはまあペップ8のスタイルガイドに準拠したフォーマッターで、パイコードスタイルを使っております。で、パイコードスタイルにはない問題の修正も行っています。アグレッシブレベルっていうのを指定することによって、それによって直してくれる内容も変わってきます。対象は Python 2.7 と 3.4 以降です。ちなみに未使用インポートや変数は別に消してくれません。で、使い方はまあpip インストールして、インプレイスオプションっていうのをつけると実際のファイルを置き換えてくれます。で、特に指定しないと空白に関する修正しか行ってくれません。なんか後ろに変な空白あるよとか、そういうのですね。で、アグレッシブオプションをつけると修正内容が増えて、アグレッシブオプションをなんかもう一個つけると修正内容がもっと増えるという、なんかちょっと面白いオプションになっております。エーラーの一覧はだいたいこちらに記載してあります。ちょっと一つ一つは紹介する時間がないので。で、次、ヤプフですが、こちら Google 製のフォーマッターで、結構刺激的な書き方していまして、まあ、PEP8 に準拠したコードは正しいとは限らないぞと。さらに、End all holy wars about formatting とありまして、まあ、フォーマットに関する全ての聖戦を終わらせると、このヤプフによってという刺激的な説明がありますと。で、まあ、やけに細かく設定できるっていうのと、対象は Python 2.7 と 3.6 以降です。未使用変数やインポートは別に消してくれないです。で、設定方法はなんか .style.yap というファイルに書きます。こんな感じですね。で、スタイルっていうふうにして、ベースドンスタイルは、まあ、PEP8 とか Google スタイルか、Yap のスタイルか、Facebook スタイルかっていう基本的などういうチェックを行うかっていう、まあ、まとまりがあるので、それを指定して、あと、カンマ、コメントの前のスペースの数とか、スプリットビアロジカルオペレーション、トゥルーなどといったオプションが設定できます。まあ、なんかいっぱい設定できまして、58項目ぐらいそれぞれ個別に設定できます。まあ、なんかインデントの数とか、文末のセミクロンを許可するかとか、などいっぱいあるので、ちょっともう紹介しきれないです。ちょっと余談なんですけど、インデントの数ってペップ8では4だって言ってるんですけど、別に2とかでも指定すればそれで、して、まあ、指定しなくていいか。Python 的には実はそれで動きます。で、まあ、そうやって細かいオプションを指定した形での使い方ですが、Yapf で、オプションで i つけて、スタイルに、例えばこの Disable Ending Comma Heuristic True ってやってソースを指定してやると、例えばこの
1イコール2っていう後ろにある謎のカンマセミコロンとかですね、なんかこういうのをなんか勝手に消してくれます。まあ、こういうの他の言語に慣れた人だとつい手癖で入れちゃうのかなと思うので、あると便利ですよねというところです。で最後ブラックですね。一応まだベータ版って書いてあります。まあ、書いてあるんですが大きな変更はないよというふうにも書かれています。でこちらは、妥協のない Python コードフォーマットでフォーマッターで、YAPF のように細かい指定ができませんと、逆にできないですね。インストールできるのは Python 3.6 以降の環境のみで、指定すれば別に2系のコードもチェックできるらしいです。どういうことかというと Python 3.6 以降の環境にインストールして、Python 2系でチェックしてよっていうオプションつけて2系のソースをやれば何か直してくれるようですが、ちょっと動作確認はしておりません。未使用変数やインポートは別に消してくれません。使い方はもう他と一緒ですね。pip インストールしてブラックってやってソースとかディレクトリを指定してやればもう勝手に書いてくれます。で、指定できるオプションなんですが、ファイル、このファイルはチェックしないでっていう指定とか、あと1行の最大値の指定とか、あと Python のバージョンはこれですよっていう指定ができます。逆に言うとこのくらいしか指定できないかなっていうところもあります。で、公式とかに書かれてるんですが、ブラックをかけた後、フレック8通らないチェックがあるよっていうのがあって、その場合フレック8の方をチェックしないようにしろというふうにはブラックでは書いてあります。つまりブラック側でこれは勝手に直すっていうようなオプションを指定しませんよと。フレック8をブラックに合わせろというふうに言っております。フレック8でこれでイグノアでこの3つを指定してくださいねと書いてあります。で、ちょっと気になる方のためにこの3つって何よっていうのを一応ざっと説明しますと、そう除外しろって言われてもそれが何なのかわからないと不安だと思うので、上から言うと E203 というのはホワイトスペースビフォアカンマというので、コロンで、例えばリストのインデックスの 1+1 の後ろのここの隙間ですね、こういうのを、ブラックでは直してくれませんが、フレック8かけるとエラーになります。で、あと79文字以上ですね、名前になんか長い名前ですね、ジュゲーム、ジュゲーム、5項のすり切れ、カイジャレ、制御の制御、ツンコ、ツフライ、ツンタラってあるような時にエラーになります。で、あと最後が、ラインブレイクビフォーバイナリーオペレーターって言って、プラスとかマイナスがそういう式演算式の前に、演算子の前になんか改行があると、フレック8ではエラーなんですが、ブラックでは特に見ませんよというふうになっています。というところで、まとめなんですが、フォーマッターには有名どころで3つありますよと。1つ、オートペップ8。こっちはペップ8に従うことを是としたライブラリーで、設定は、細かく2段階で行うことができます。YAPF は、細かい設定を充実させることで、どんな形の正義にも合わせることができると。で、ブラックは、フォーマットの指定を逆にできないようにすることで、生成を封じ込めるという思想で、それぞれあります。で、ちなみにそれぞれ3つ未使用インポートや未使用変数消してくれないんですが、これを消すっていうやり方がありまして、それがオートフレークというのがあって、使い方は簡単で、おなじみで pip インストールオートフレークして、で、これ、オートペップ8とかと似たようなオプションですね、インプレースにして、で、リムーブオールアンユーズドインポートとか、リムーブアンユーズドバリアブルズって未使用インポートと未使用変数の消すよっていうオプションを指定してやると消してくれます。で、コラム。ちょっと休憩でお水飲みます。あと5分ですね。1行の長さって何が正しいんだろうなっていうのがちょっと時々というかいつも思います。ペップエイトは79文字だと言って、ブラックは88文字だと言って、ヤプフは80文字だと言って、オートペップエイトはペップエイト準拠なので79文字と言ってますが、と思うことが結構ありますね。個人的には大きいディスプレイで見るなら正直90文字以上あってもいいんじゃないかなと思います。改行多くなっても縦長くなって見るの辛いですし。ただノートブックとかだとやっぱ80文字ぐらいなのかなと思うこともありますし、なんかライブラリーの中とか見ていくと結構細かく改行してるなっていうのは所感としてあります。ちょっとあんまりここでは結論は述べません。で、最後ですね、プレコミットでフォーマットを自動的に動かそうという話で、忙しくなってきたんですけど、フォーマットが決まったことで、細かいルールも決まりましたと。
まあ、でも選んだファイルをフォーマッターに書き忘れてコミット&プッシュしてしまったらどうなるかというと、またソースは次々とほころびを見始めますと。で、うっかりミスを防ぐためにはプレコミットを採用してみましょう。では、プレコミットというのは GitHook プロジェクトスクリプトで、コミットごとにフックを実行し、まあ、ソース直してくれますと。ちょっと急ぎ目に行きます。使い方は pip インストールプレコミットして、プレコミットインストールっていう、まあ、この2つをすると動かせますと。で、まあ、プレコミットコンフィグ YAML を用意して、その中に実行したい内容を書きます。で、ブラックとフレック8をかけるサンプルとしてはこんな感じですね。レポジトリに。で、ブラックをインストールします。で、フックとブラックという ID で実行します。で、フレック8を入れて、フックは、フレック8という名前で入れます。実行しますと。これをやってコミットしますと、git コミット -a-m vip でやると、フレック8で落ちた。ブラックで落ちた。で、ソース直しました。ブラックで。でも、その後フレック8で落ちました。ということで、まあ、直るまで、チェックが通るまで永遠にコミットできません。まあ、これなんで落ちてるかっていうと、データ、未使用変数とか未使用インポートで落ちてますと。なので、まあ、プレコミットでブラックとオートフレークとフレックエイトかければいいんじゃないかなっていうのが自分なりの感想で、ブラックかけてソース直します。で、オートフレークは、プレコミットつけられるんですけど、これ、オートフレーク本体じゃなくて、このミラーっていう方を使って、で、オプション指定してやって、実行して、最後にフレック8やると。まあ、これやると、ブラックは未使用変数とか見てくれないので通ります。で、オートフレークは落ちますと。落ちたので直します。直したのでフレック8が通るっていうことで、コミットできるようになります。他にもいろいろ設定できて、なんかまあいっぱいとか、アイソートとかいろいろありますが、ちょっとそこは時間の都合で割愛させていただきます。はい、まとめとしてはプレコミットでコミットタイミングでブラックやその他のツールを動かせると。設定しておくと忘れないのでやっておくと便利ですと。おまけとして既存のプロジェクトにブラックかけたらどうなっちゃうのっていうのをちょっと気になってやってみましたが、ちょっと時間がないので刺さっていくと、まあ、結構でかいジャンゴプロジェクトですね。手元にかけたら、だいたい429ファイルがなんか急に、変わりました。で、まあ差分のほとんどっていうのはシングルコートをダブルコートに直すとかそういうところだったので、もともとフレック8でコードの一貫性保ってたコードなら、なんかフォーマットを導入してもなんかいけるんじゃないのかなと思っております。というわけで、早い段階からフレック8&フォーマット&プレコミットで、まあ、Python コードの保守の安定化を進めましょう。Excel しよう、常に向上を。今日ちょっとあんま映ってないんですけど、今日着てる T シャツも Excel しようと書かれております。はい。The End。補足資料はこんな感じです。はい、じゃあ Q&A タイムに入ろうと思います。以上です。よろしくお願い、ありがとうございました。発表ありがとうございました。ではそれでですね、質問時間を設けます。ではですね、質問ある方はですね、Zoom の機能のですね、挙手を使ってお願いいたします。質問ある方は挙手をお願いいたします。いますかね。あと1分しかないですけど、私からじゃあ質問させていただこうかなと思ってます。はい、すみません、ちょっともう1分しかないので、はい、ちょっとその T シャツのなんか Excel シオールですね。これ何なんですか、すみません、はじ。これはまあ常に工場っていう、なんかマーベルとかの社長がよく書いてるという、あ、もう亡くなってる方なんですか、方が書いてる。最後に書けるもので、なんか常に工場をというなんか意味みたいなもので、まあ、実を言うとアイドルズ T シャツなんですけど、はい。あ、そうなんですね。これはもう、はい、オンラインで買われたんですね。あ、いや、これは自分が以前から持っていた個人的な所有物です。あ、そうなんですね。なるほど。はい、ちょっと私も、はい、ちょっと。こういう意識でという、そうですね、はい、戒めでもあります。
いいですね、その、はい。ではですね、もう時間がもう、あれですね、もう1分を切っていますので、はい、ではじゃあ発表ですね、クロージングさせていただきたいと思います。じゃあこれですね、あの発表ですね、終了。中島さんのですね、発表ですね、終了させていただきます。では参加者の方はですね、発表の者の方にですね、盛大なですね、拍手をお願いいたします。